今朝、紋別で乗用車が海に転落し、運転していた71歳の男性が死亡しました。運転操作を誤ったのが原因とみられています。今日午前7時前、紋別市海洋公園で車が海に落ちたと目撃者から警察に通報がありました。およそ4時間半後、海に落ちた乗用車の中から紋別市大山町の無職三浦司さん71歳が見つかりましたが、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、近くの車のドライブレコーダーの映像から、三浦さんの乗用車は岸壁の近くで船を係留するビットと呼ばれる杭に衝突し、その弾みで転落したということです。現場は釣り人やドライバーが車を止めて休憩している場所でした。警察は三浦さんが運転操作を誤ったとみて調べています。